セキュリティエンハンスドリナックスはアメリカ国家安全保障局が GPL 化で提供しているリナックスのカーネルに強制アクセス制御機能を付加するモジュールの名称。名前から勘違いされることが多いがリナックスディストリビューションの一つではない。サリニックスは1992年 NSA が主体となってフロックという OS 上における MAC 機能の研究のために開発された。MAC 機能はセキュリティの高い OS の提供を可能にするが、主にマルチレベルセキュリティと呼ばれる機能で提供されている。この機能ではアクセスする対象すべてに階層化された権限が与えられる。一方、アクセスされる対象にもすべて階層化された情報の重要度に応じたラベルを付加する。このことによって、 アクセス制御を行うものだが、柔軟に実装するには複雑化してしまうという欠点があった。サリニックスではこの問題点を解決するために、フラスクというベースアーキテクチャを開発し、フラスク上でのセキュリティポリシー言語を記述することにより、あらゆるセキュリティモデルに対して柔軟に対応できるように設計された。また、 セキュリティポリシー言語とセキュリティチェックの仕組みはそれぞれ独立しており、ポリシーがアーキテクチャに制約されないという特徴がある。2000年12月22日に一般公開され、2003年8月13日には Linux カーネル2.6において新機能である Linux セキュリティマジュールズの拡張モジュールとしてメインライン化された。従来の Linux では、 ディレクトリやファイルといったリソースに対するアクセス制限はそれぞれの許可情報に基づいている。このパーミッションはオーナー、グループ、その他のユーザーに対してそれぞれ読み込み、書き込み、実行の許可を設定するものであり、これらのパーミッションを無視してアクセス可能なユーザーとしてルートが君臨している。すなわちすべての権限が ルートに集中しているため、一度ルートのパスワードが漏えいすると、システム全体に致命的な被害を及ぼすという欠点がある。サリニックスは、この事実に注目し、セキュリティの対象に応じて、HTTP、FTP といったプロセスごとに、アクセス制限をかけるタイプエンフォースメントと、ルートも含むすべてのユーザーに関して、制限をかけるロールベースアクセスなどで制御し、 ルートに権限が集中することを防いでいる。手ではすべてのプロセスに対してドメインと呼ばれるラベルを付加する。またリソースに対しても同じくタイプと呼ばれるラベルを付与する。さらに隠リソースにはアクセスベクタが割り当てられる。アクセスベクタとは読み込み、書き込みといったリソースに対して行える操作の種類のことである。これにより、 各ドメインとタイプに対して許可されるアクセスベクタをセキュリティポリシーとして設定可能にしている。ABAC はロールと呼ばれるいくつかのドメインを束ねたものを設定し、それをユーザーに付与する仕組みである。ユーザーは付与されたロール内のドメインの権限でのみファイルにアクセス可能である。この機能により各ユーザーごとに細かく権限を付与、制限することが可能である。 このため例えばウェブ管理者にはウェブ管理に必要なファイルのみにアクセス可能にするというふうにユーザーに応じて権限の役割分担が行える。このことにより仮にあるユーザーのパスワードが漏えいしても被害を受けるのはそのユーザーが持つ権限に対してのみであり、被害を最小限に抑えることができる。ありがとうございます。